貞本義行は、日本のアニメーター、漫画家。イラストレーター、カラー相談役。血液型は、A 型。同人誌でのペンネームに、YS11 などがある。山口県徳山市出身。徳山市立住吉中学校、山口県立徳山高等学校、東京造形大学造形学部美術学科会が、領域専攻卒業。 愛知県高浜市在住。妻は漫画家の高輪真子。ストリートファイター3などを手掛けたカプコンのプロデューサーって本とも思わいとこ。高校時代は美大を目指し、画家の藤永敏夫に指示。東京の大学に進学したのはアニメや漫画などの仕事がしやすいからという理由である。ただし、元々はプロになるつもりはなく、卒業後には、 故郷で美術教師になることを志望していたという。1981年在学時にオートバイの購入資金目当てに週刊少年チャンピオンの第16回週刊少年チャンピオン新人漫画賞に応募入選を果たした。受賞作の自動車レース漫画ファイナルストレッチ最後の失踪でデビュー。大学2年時に 漫画研究会の後輩の前田正宏に誘われ、超軸要塞、マクロスの原画をアルバイトで担当し、そこで、安野秀明や山賀博之と出会う。4年時には、前田とともに、アマチュア自主映画グループ、次間フィルムに属して、SF 大会のオープニングアニメーションの制作などに、携わっている。そのため、この頃は、大学の授業にはあまり出ておらず、課題でも、 短時間で完成度が高く見せられるように、前に描いた絵を上塗りして提出したりもしている。東京から大阪へ移動するのにバイクを使っていた。1984年、大学卒業後にテレコムアニメーションフィルムへ入社し、大塚安夫にアニメーションを学ぶ。同期には、田中達之、滝口天一、横堀久夫がいたが、アニメの経験を隠していた。 テーボンの新人離れした技量に自信喪失した同期生まで出たという。大塚康夫も自分より上手いと脱帽し、新人時点のうまさでは宮崎駿、月岡貞夫と並ぶ存在だったと評価を下している。ただ、絵コンテを切るのは苦手だという。テレコムでは動画として3ヶ月務めた。その後、ガイマックスが劇場アニメ、 王立宇宙軍オネアミスの翼を制作することとなったためガイナックスへと移籍。同作でキャラクターデザイン及び作画監督を務めた。新人無名のアニメーターをキャラクターデザイナー及び作画監督として起用するのは異例であり、現在に至るまで他に例がない。以後、トップを狙え、不思議の海のナディア新世紀エヴァンゲリオンなど、 ガイナックスの中核メンバーとして活躍。1991年から1992年にかけてアニメ雑誌ニュータイプ誌に漫画 R20 歯車のある街を連載し9年ぶりに漫画家としての活動を再開した。さらに1995年から新世紀エヴァンゲリオンの漫画版を月刊少年エースにて連載を開始して以降。 アニメの仕事から漫画とイラストへと仕事の比重が移った。趣味は映画鑑賞、車、バイク、アイドルなど。影響を受けた漫画家は松本玲二、長井五、福山陽二の三人で好きな映画にテリー・ギリアム監督の全作品と答えている。ロックバンドのムーンライダーズのファンで作中でもその影響が見られ、その縁で ベストアルバム、アンソロジー1976から1996のジャケットを手掛けた。なお、ムーンライダーズの弟バンドとも言われたカーネーションの、ナオエマサヒロとは、大学の同期であり、交友がある。イラストレーターとしての人気も高く、画集も出版されている。定本の画集、アルファを偶然書店で見て感動したギタリストの、エリック・クラプトンが、 自身のアルバムのジャケットデザインを依頼。1998年のクラプトンのアルバム、ピルグリムは、テーボンがイラストを描いたジャケットで発売された。ありがとうございます。